これは、多分僕が今年3段になるので12年でちょっと間があるから13、4年前の多分アジアだと思うんだけど、多分おそらく、あ、違うか、おそらくそうだと思うんだけど、13年ぐらい前なんかみんなが気合、なんか入賞、団体入賞しようみたいなためにそれぞれがすごいこう入賞しようと思ってすごいなんか気合が嫌に入ってて、でサプライズ、もともと黒部中井さんにも大好きな林さんとか岡本さんとかに中央人とかみんなが多分お願いして、それを出してもらおうっていうのがもともとあったみたいな、で入賞して黒部出したいっていうのでみんながすごい頑張ってくれて、だから結構空振りが多くて入賞できなくて、で残念だったねみたいな感じで、じゃあ表彰でみんなで写真撮ろうみたいな時にサプライズで長さが持ってきてくれたという瞬間でした。もう全く知らなかった、全く気づかなかった、ちょっと思わず泣いちゃいましたけど、本当にまあそうですね、高校卒業してすぐですね、高校卒業した後だから今が96年、彼が、あの一緒、彼が今いっぱいあの、ね、いっぱい仲間とか弟子とかいっぱいいるけど、彼は僕は白帯の時から一緒にやってる、怖い、そう、アマチュアの MMA ファイターで柔術がホワイトベルトの時にクリアが一緒にしてました、一緒にやってた、そう、それから MMA がすごく好きになって、高校生ハイスクール時に MMA が好きになって、だからもう高校卒業したら MMA やろうと思って、で、そのために柔術始めて最初は。